こんにちは、ダイスです。今回は公式からのポケモン配布情報を2つプラス幻のポケモンのディアンシーを入手する方法についてをご紹介していきます。ポケモン公式配布のお話は少し前の動画でもご紹介したんですが、今回は海外大会の韓国大会ポケモントレーナーズカップ2024の開催の記念配布でチャンピオンの羽ばたく紙が配布になりました。配布はもうすでに始まっています。で、受け取りの期間もちょっと短くなってるので、まだの方は気をつけて受け取るようにしましょう。チャンピオンの羽ばたく紙の配布期間は日本時間で2024年5月7日火曜日の23時59分までです。私のチャンネルだと海外で見てる方もいらっしゃるので、ちょっとお話しすると、一応ですね、日本時間表記になってますので、できるだけ早めに入手するようにしてください。で、チャンピオンの羽ばたく紙の配布に関しては、もともと前情報が出ていたので、どんな個体なのかっていうのは分かっているんですが、これから実際に受け取ってそちらも見てみようと思います。続いて、今回配布になった羽ばたく紙の受け取りシリアルコードです。受け取りのシリアルコードは今回数字とあとアルファベット表記になっていますので、ちょっと間違いやすいかもしれません。 W の次は1です。で、後ほどまたご紹介しますが、インターネットにつながってしまいますので、今マップ上に出ているイベントを残しておきたいっていう方は今回は見送った方がいいかなと思います。ただ特別な個体になるので、余裕があるから受け取れるっていう方は期間中に受け取るようにしましょう。ということで、受け取り方法はまずポケポータルのメニューから不思議な贈り物を選択で、上から2番目のシリアルコード合言葉で受け取るを選択します。インターネットにどうしてもつながってしまいますので、今現在残しておきたいイベントがあるという方は見送りするしかないようになってしまいます。受け取っても大丈夫だよっていう方は特別な個体になっているので受け取るようにしましょう。合言葉に関しては今回はちょっと長めの合言葉になってます。入力を10回連続で間違ってしまうと、6時間以上時間を空けてからじゃないと再入力ができなくなってしまうので注意してください。ということで、合言葉を入力し終わると、はい、このようになんとかの羽ばたく紙が受け取れるようになってます。で、こちら韓国語表記のところはチャンピオンの名前になってます。受け取りは世界のどこでもできるようになってますので、日本に住んでなくても可能です。ただ、現地時間での先ほどの受け取り時間の表記になってるので、できるだけ早めに受け取るようにしてください。ということで、持ち物に入ったので確認してみましょう。受け取った羽ばたく紙は韓国語表記で羽ばたく紙の名前がついてます。プレシャスボール入りのレベル50個体です。このあたりに関してはもともと前情報が出ていたものと同じになります。テラスタイプはフェアリーで、 ID は2024年5月5日子供の日になってます。韓国の大会開催日がこの日なので日付は同じくなってます。で、持ち物はこだわりメガネです。特性は、みんな変えられないので古代活性になっているのと、持ち技はシャドーボール、マジカルシャイン、ムーンフォース10万ボルトです。個体に関してはこんな感じ、努力値よりも実際にチャンピオンが使っていた個体と同じものになってます。羽ばたく紙のリボンは2つです。まずはチャンピオンのパートナーのリボン、そしてバトルチャンピオンなのでバトルチャンピオンリボンです。続いて、公式からのポケモン配布の情報について、近々で1つもう決まっているものがありますのでご紹介していきます。決まっているのはポケモントレーナーズカップ2024アジア大会での開催記念の配布です。今回の配布はチャンピオンのギャラドスになってます。ギャラドスの配布は過去にね、多分現地配布とかはあったはずなんですけど、多分オンラインだと初だと思います。で、今回はポケモンアジア大会の配信中に合言葉が公開されるということなので、開催日が5月12日日曜日となってます。あともう少しで大会が始まります。で、チャンピオン個体のギャラドスの配布期間は5月12日に公開になってから6月30日までということで、期間が長いので結構受け取れるよっていう方が多くなるんじゃないかなと思います。
で今回配布になるギャラドスは2023年、去年度のポケモンシンガポールチャンピオンシップスのシニア部門の優勝者のメルビン選手が使用していたギャラドスということで、チャンピオン個体なので今回配布になった羽ばたく髪と同じように努力値が振られている状態での配布です。5月12日から、ライブ配信がTwitch と YouTube であるようになっていますので、配布が分かり次第また動画でご紹介しようと思います。以上が公式からのポケモンの配布情報の2つについてです。でここからは幻のポケモンディアンシーを受け取る入手方法についてをご紹介していきます。遊んでるよって方はご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、実は現在ポケモン GO で入手が可能になってます。ポケモン GO ちょっと遊んでたけど最近やってないっていう方はぜひですね、無料のスペシャルリサーチでディアンシーが入手できるものが開始になっていますので、ぜひスペシャルリサーチをクリアしてディアンシー入手しておきましょう。もうね、過去だとかなり昔だったんですよね。で最近だとディアンシーに会う方法はここでしか残っていません。でこのスペシャルリサーチに関してはピンクの輝きっていうもので、幻のポケモンディアンシーと出会えるようになってます。で期限がないのでずっと遊べるようになっていますので、すぐにはちょっとできないかなっていう方でもゆっくり進めていけばディアンシーを入手することが可能となっています。他にもですね、ポケモン GO だと今現在幻のポケモンのマーシャドウとウルトラビーストのベベノムが有料で購入するスペシャルリサーチで入手できるリサーチが始まっています。もうすでにやってるよっていう方もいるかもしれないんですが、久々にやる方とか最近チェックしてなかったっていう方のためにちょっとだけご紹介をしていこうかなと思います。まずマーシャドウに関しては2100円で購入できる今年のポケモン GO フェスタ2024の有料チケットでどこにいてももらえるようになってます。でちなみにポケゴーのフェスタの2024、今年は仙台で行われるやつだとネクロズマがね現地レイドで入手できるんですけど、マーシャドウに関してはどこにいてもできるようになっていますので、現地に行かなくてもできます。でもう一つのベベノムは季節のものなんですけど、こちらワールドオブワンダーズ購入でベベノム入手ができるようになってます。でワールドオブワンダーズ1400円でちょっと安めになってますが、ベベノムに関してもウルトラビースト入手方法が現状ないので、ポケゴーで入手するっていうのも手かなと思ってご紹介してみました。まあ、こちらのベベノムに関してはスイッチのソフトの前作ソードシールドのエキスパンションパスって言われるダウンロードコンテンツ有料のものになるんですけど、そちらの購入で第2弾の冠の雪原で入手が可能になっていますので、そこでも入手ができるようになっていますが、映画でね登場した時の配布プラスその後行われた幻のポケモンゲットキャンペーンの時の配布の2回に多分なってたはずなので、その後だと今現状ここでしか入手ができないようになってます。ポケモン GO をねまだ遊んでなかったなっていう方もね、この機会にディアンシーも入手できるのでちょっとずつ始めてみるのもいいかもしれません。ということで今回はチャンピオンの羽ばたく髪のシリアルコードプラス次回のチャンピオン個体ギャラドスのお話とプラスで幻のポケモンのニュースについてをお話ししてみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!